はい、それではこの表題の文献を紹介させていただきます。はい、概要です。この論文ではグラマティカルエラーコレクションタスクに取り組んでて、この論文の提案では N ベストリストリランキング、ニューラルシークエンスラベリングモデルっていうのを使った N ベストリストリランキングっていうのを提案しています。で、まずニューラルシークエンスラベリングモデルっていうのは、なんか入力テキストが与えられたときにそれぞれのトークンに対して正しいか正しくないかっていうのを表す確率を計算するっていうのがこのモデルで、それを使ってその誤り訂正のために生成されたいくつかの候補文に対してその確率に基づいてリランキングを行うっていうふうな手法です。で、このアプローチによってこれまでの GEC タスクにおいてステートオブジェアートな結果を示しました。まずそのグラマティカルエラーコレクションタスク、GEC タスクについて少し説明をすると、このタスクはノンネイティブ、非ネイティブとか非母国話者の書いたテキストに対して、それに含まれるエラーを自動的に検出したり訂正したりするタスクです。このタスクはよく翻訳タスクとして扱われることが多いです。何かこうアングラマティカルな非文法的な入力が入力されたときにそれを正しいグラマティカルなテキストにトランスレーションするっていうふうな考え方が多く提案されてて、SMT スタティティカルマシントランスレーションだったり NMT ニューラルマシントランスレーションっていうものシステムモデルがよく、用いられます。で、中でも SMT っていうのは、このタスクにおいてこれまですごくよく使われてていい性能を示しています。しかしそう、うまくいかない事例っていうのも、当然あります。で、こちらの表がちょっとこの論文ではないんですけど別の論文から引っ張ってきました。で、ソースっていうのがインプットテキストなんですけど、このソースには2つのエラーが含まれています。 R と informations が間違えてるんですけど、これを SMT に入力したときに、出力っていうのは、1つの文が出力されるんですけど、 SMT の中ではいくつかの候補文っていうのを生成してその中で一番確率の高い一つの文っていうのを出力しています。これを見るとそのファーストってなっているテキストが出力文なんですけど、インフォメーションは正しく訂正されているんですけど R が正しく訂正されていない。これだと正しくない文が出力されています。しかしそのいくつかの候補文の中でセカンド2つ目に確率の高い文っていうのを見るとどちらも正しく訂正されていることが分かります。なので SMT ではそのいくつかの候補を出力するんですけどそこからさらに別の情報を加えることによって、この出力された N ベストリストをリランキングしてさらに良い出力を得ようっていうのがこの論文のモチベーションです。はい、でちょっと分かりやすいようにこの手法をコンポーネントを示してみました。でさっき言ったのがこのリランキングで、このリランキングをするときにいくつかの組成を用います。ここではこの4つの組成を使うんですけどその中のセンテンスプロバビリティっていうところにニューラルシークエンスラベリングっていう風な手法を用います。でまず最初にその下の方の方から説明します。ニューラルシークエンスラベリングこれラベリングタスクなんですけど、このシークエンスラベリングタスクっていうのを使ってエラーディテクションをしようっていう風な考え方がここにあります。で
まあ、この左の図が、まあ、ネットワークなんですけど、まあ、あるセンテンス文が与えられたときに、それぞれの単語に対して、その単語が正しいか間違っているかを表す、確率を出力してあげます。で、まあ、下の方を見ると、まあ、このモデルではそのワードエンベディングとキャラクターリプレゼンテーションをの2つを用いています。で、まあ、このキャラクターレベルのベクトル表現はまず by LSTM で学習させて、それを、まあ、ワードエンディティング、これは外部の、まあ、Google の大規模な情報を用いてワードツーベックデータワードエンベディングを、コンカットします。でそのコンカットするときに、まあ、Z っていうのがあるんですけど、 Z っていうのはその、XT と M の値に応じて変化する Z っていう変数がを定義します。でその Z っていうのにと、まあ、XT と M っていう3つの要素をコンカットして、まあ、新しいワードレプレゼンテーションを得ます。でその次にそれを YLSTM かけて、この真ん中の YT っていうのが出力なんですけど、そこで確率を出力します。でその時に出力の層が3つに分かれていると思うんですけど、真ん中がそのさっき言った確率なんですけど、その前後のこの WT プラス1 WT マイナス1っていうのがその by LSTM で学習した確率をここで出力してて、これを言い換えるとランゲージモデルと言えるでしょうっていうのがこの考え方で、まあ、その入力された単語があるときにその次の単語に何が来るか、まあ、その次の単語に何が来るか、その前の単語に 何の単語が来るかっていう確率をここでは出力します。で最終的にこの3つの要素を、マルチタスクロスファンクション、まあ、この3つのスコアを最小にするような、損失関数を定義してあげてこれを学習させます。これで、あ、これがまあ、エラーディテクションっていうふうに、まあ、捉えることができます。でまず最初にそのどれだけその入力された単語が正しいか間違えているかを判断できるか、まあ、エラーディテクションパフォーマンスを実験しました。で、まあ、ベースラインが、まあ、ワード単位だけで学習したモデルのエラーディテクションで、それに対してこの真ん中のがプロポーズドモデルを使った結果です。一番下の LSTM っていうのがそのより大規模なトレーニングセットを使った実験です。で、まあ、これを見るとベースラインに対して、まあ、性能が上がっていることが分かりました。はい、次に、あ、このエラーディテクションモデルを使って、まあ、リランキングをするところを説明します。はい、で、あ、そうですね、その前に、SMT インプットテキストを SMT に入れて、その後に N 個の、候補リストっていうのが生成されますよね。この N 個の候補リストに対して、まあ、この4つの組成のスコアを用いて再びランク付けをするっていうことをします。でその再びランク、まあ、リランキングするときに使う組成が、まあ、1つ目がそのセンテンスプロバビリティっていうので、これは先ほど定義したディテクションモデルが出力する単語ごとの確率を1つの文に対して線形的に
結合したものがこのスコアになります。で2つ目のレーベンシュテインディスタンスは編集距離ですね。どれだけ編集したか、まあ、編集しない方がスコアが高いっていうふうな計算になります。で 3つ目が True and False Positives で、これは訂正を行った箇所に対してそれが正しいか間違えているかっていうような、ものを使ってて、まあ、その訂正が正しい数が多い方がスコアが高いし、その訂正が間違ってた方がスコアが低くなるっていうスコアです。で、まあ、プラス SMT の出力した確率っていうのも加えて、その4つの要素を付け加えてスコアとしてリランキングを行って、その最終的にスコアの一番高いものを出力するっていうのがこのシステムです。でこちらがエラーコレクションの性能を示した結果です。で使ったデータセットが3つあって、まあ、FECテストセット、コヌルテストセット、JFLEG、この3つのデータセットに対して実験を行いました。で評価は2つあります。この F0.5 っていうのが、まあ、いわゆる M2 スコアっていうもので、あとグルーっていう評価を使っています。でベースラインは2つあるんですけど、まあ、今回その既存の SMT システムに対して、そのリランキングモデルを付け加えるっていうふうな実験を行ったので、その既存の SMT モデルっていうのが2つあります。これがそのケンブリッジの SMT とその AMU SMT です。でアワーワークっていうのがそのリランキングモデルを付け加えたものになって、まあ、どの結果を見ても結果が性能が向上していることが分かりました。はい、はい、結論、まとめです。この論文ではニューラルシークエンスラベリングモデルを使った N ベストリストリランキングっていうのを提起してあげて、その蘇生、それを使って、グラマティカルエラーコレクションタスクにおいてステートオブジアートな結果を得ました。でこのアプローチっていうのは、複数の候補を生成するタスクにおいて、どんなタスクでも適用することができることが分かりました。はい、以上で発表があります。